奥井崎倉は、乾電池の発明者である。文久3年12月5日に、越後長岡藩市屋家に生まれる。奥井家は、代々300国余りのロを奉じる上級武士の家だったが、6歳で、父が死去して没落し、母親と子供おじに引き取られた。明治8年23歳で、東京の時計店の出地となりも、病気のため帰郷。長岡の時計店。 矢島で修理工として7年間年期暴行した後、東京高等工業学校入学を志望したが、受験に二度失敗。年齢制限もあって、進学を断念し、叔父の工場で働きながら、それからの3年間は、独力で永久受動機等の研究を続けた。明治18年、21歳の時に、電池で動作する連続電気時計を発明する。 電気を使った時計はすでに存在したが、それらは動力源のゼンマ米を電気で巻くというものであり、先倉のそれは自作の電池を組み込んで、すべてを電気で動かすという画期的なものだった。この連続電気時計は、明治24年に日本では初めてとなる電気に関する特許として認められる。連続電気時計に用いられていたのは、ダニエル電池など液体の入った 室電池であり、電池の手入れが必要なことと、冬場は電池の液が凍結するため使用できなくなるといった問題があった。奥井はこれら問題を解決する電池の開発に取りかかる。東京物理学校の付属職校となっていた愛は、東京物理学校の学者ともよく相談していたようで、あり、山岳共同の先駆者であるとも言える。室電池の問題に薬品が染み出して、 政局の金具が腐食するということがあったが、奥井は炭素棒にパラフィンを含振することで解決し、明治20年に乾電池の発明に成功する。しかし、奥井は特許の申請費用が用意できなくて、すぐには出願できず、日本における最初の乾電池の特許は通信省の電気技師、高橋一三郎によって取得された。年にドイツでは、 カール・ガスナーがデンマークではヘレンセンが乾電池の特許を取得している。奥井乾電池は乾電池を用いる製品そのものが普及していなかったこともあってしばらくは売れなかった。1891年にシゲと結婚。1893年のシカゴ・バンク博覧会に帝国大学の地震計が出品され、それに使用された先倉の乾電池は来場者を驚かせた。 1894年に日清戦争が勃発し、陸軍から大口発注があり、満州において使用されていた軍用乾電池の大成功に関する号外記事が掲載されることになる。従来の出電池では、液が凍結したため満州では使用できなくなったが、奥井の乾電池だけは使用できたのだった。1895年、妻の伊佐との間に、後に家督を継ぐサブローが生まれる。 1910年には、合資会社や遺電池を設立し、東京府東京市神田区西基町一丁目に販売部を新築するとともに、浅草間基調に遺電池の製造工場を設け、遺電池の本格量産に取り掛かった。筒型の金属ケースを用い、現在の遺電池のスタイルを確立している。奥遺憾電池は、海外品との競争にも勝ち、 日本国内乾電池会のシェアを掌握し、奥井は乾電池王とまで歌われるようになった。1927年、胃がんに侵され、急性肺炎を併発して急性。去年63、後継者が育たなかったのか、昭和25年には、奥井乾電池の名は乾電池工業会の名簿から、消えてしまっている。2014年、IEE、e、関西支部の推薦による、 日本の一時、二次電池産業の誕生と、成長1893が IEE、e、マイルストーンとして、正式に認定され、奥井の出身地の長岡市、出身校の東京理科大学近代科学資料館、GS 湯浅コーポレーション、パナソニックの4社に名番が贈呈された。ありがとうございます。